ちょっとごめんね、今録画しますってやったんで、もう一回みんなに触ってもらわなきゃなんないんだけど。了解しました、どうしてください、はい、うん、感謝してます。感謝しております。あ、今部長はお色直し中でございますので、いつもありがとうございます。あ、嬉しいですね。あ、栗原由美先生、野口真理子先生、横澤千佳子先生、わー、千佳子先生、あ、千佳子先生のあのお友達が来てますよ。ちょっと呼びましょうか。誰だ、誰誰誰誰誰誰来てた。お友達が来てますよ、心の友が。誰、心の友って誰だ。ちょっと待っててね、うん、待っててくださいね。うん、誰、ごめん、ケーキ食ってた私、普通に。誰だろう、なんか心の友？もしかしてユーミッシュに熊本にいんの？誰も反応しないよね。私一人でしゃ言ってるよね。おちかさん、こんにちは。はい。感謝してます。おちかさん、それ何のケーキ食べてるんですか？あ、おいしそう。ね、痩せる痩せるって言って、こんなの食べてたら痩せんねえよ。痩せる気ないよねっていう。ちかこ先生のですね、心の友を今呼んでまいりました。ゆみしゅに熊本にいんの？そうなんだよ。あら、そうだったの？やだ、ひときちょっと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 痩せた、ちょっとここ津軽だもんね。青森だと思ってきたの。さっきさ、のりこから LINE 来てさ、うんうんうん、あんたどうしてんのって。お父さん、お父さんじゃなかったから。そう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 、写真送っといたら、やだ元気そうじゃんとか言われて。あの、刑務所でも入ってんのかと思ってた。これかい、これかい、これかい。何その、あの 逆バージョンのあの陰行かなんかで捕まってんでしょ。アホだね。ちょっと向井ちゃん、向井ちゃん、え、
ちょっとめっちゃ痩せたじゃん。そうなんよ。ちょっとねえ、ちょっと別人じゃん。外してくださいよ先生、外してくださいよ。イエーイ、ちょっと痩せたよ。おちかちゃん犯罪級だよね。相変わらず、相変わらずだねって言われてるよ。犯罪級だね。やばいやばい。やばいよね。どうする、モテてモテて。いや、どうしよう。ちょっとこれレコーディングしてるんだよね。あ、今、元団はそばにいないんだよね。元団いないよね。今日は来てない。元団。今日来てない、今日来てない。もう今日来てないから言うけど、もう若いの捕まえた方がいいよ。レコーディングしてますね。あのね、元団いないから言うけど、いたらまずいよね、いたら嫌だよね。元団だから。まあ、元団だから別にいいんだけど。何言ってんねん、お前みたいな。何、船で渡ったの？いや、あの、泳いで。あ、そっか、泳げるもんね。そっか。あ、ほらね、泳ぐわけねえな。船でしょ、船。船だよ。だって交通手段は船しかないもんね。おもろー。示し合わせてね、おちか先生がね、ここに入ってきてくださったんだと思ったんですよ、最初私ここ。あ、違う違う違うの。あ、違う違う違う、何も言ってないもんね。あ、つながってますね。そう、びっくりしたでしょ。びっくりした。いるんだったら青森行ったのに。うん、やだやだ、来て。ほんと。リンゴ買ってんの？リンゴはね、まだ 10月の後半くらいから、あ、そうなんだ。リンゴの花、花はもう終わったよ。そうなんだ。収穫は11月の頭くらいから。あ、そうなんだ。そうなの、そうなの。いやだ、ちょっと可愛くなっちゃってどうするさ。やだ、若いやつが今周りにいないんだけど。ちょっと娘と間違えられんじゃん。はい。ね。そうだね。そうだよ、ダンス踊って娘ちゃんと一緒に。いやいや。何踊るの？なんかお嬢ちゃんのダンス踊ってなかったっけ？お嬢ちゃんのって。もうそれが死語だよ。お嬢ちゃんって。あー面白い。あとさ、遠近法使うんだけどね。何人くらい集まってんの？100人はいるよ。 100人いないんですか？ 100人いると思いますね。100人はいる。100人いるの？多分達也部長後で見せてくれると思うけど相当いるよ。ほんと？すごいね、大人気だね。すごい。ちょっと待って、今回はみっちゃん先生隊が主催なの？違う違う、ようこちゃん、ようこちゃんだよね。岩田、あの、ようこちゃんだよね。そうそう。で、あの、後半さんの、そう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 。あ、やっぱりね、ファンがいっぱいいるね。そうそう、後半先生のね、あの、初めて、あの、お経、あ、先生、ちょっと、先生、もう一度大スターを連れてまいりました。ファンがね、いっぱいいるよね。あ、あれ、宇宙？これから踊りますね。これからね、午後団だそうです。午後団。これからやる？やっちゃう？20分、ま、15分あるよ。できんじゃね？いや、始まる頃に汗だくで。そう。なんであの人だけ汗かいてんのってなるよ。すごい。いや、熊本まで行ったんだ。はい、今日来ちゃいました。あ、なんか言ってたような気がする。もう熊本行った。向井先生も、そうそうそう。やだやだ、ちょっとごめんね、ズームでこんなに騒がしいの私ぐらいだよね、きっと。生うち、すごいっすね、これね。うるさいね。すごい。うるさいって言っちゃダメだ。騒が、さ、賑やかったね。賑やかでに。ありがたいです。すごいすごい、大盛況だね。今日も、あ、明日の佐賀も行くの？うち明日の佐賀も行くの？熊本を回らせていただきます。あ、そうなんだ。
熊本いいとこよ。本当どこにいらっしゃるんですか。本当熊本いいとこ。行ったことないけど。ねえ。ねえ。私はなんか観光でバスで通っただけだけどいいとこ。すごい。あ、ゆりさん、お母さんにお会いしました。あ、そうだ、ゆりちゃん実家熊本だ。ありがとうございます。そうだそうだ。そうなんです。もうあだ、ね、楽しみに。アメリカ、ゆりさん今アメリカのサン、はい、アメリカ、サンディエゴから、すごい、はい、こちら日本のお母様が熊本出身で、お母様が今日、そうそうそう、お母様、お母様、なんか皆さんが熊本にいらっしゃるって思っただけで、なんか胸がいっぱいになります。そうだよね。でも熊本本当いいとこだよね。そうなんです。ぜひね、いいとこだよね。誰あんた誰あんたとか今お母様です。お母様来ました。お母様の役。お母さん来た。あ、お母さん、あ、お母さん、はじめまして。違うって。サンディエゴ今何時なんですか。ですね、もうちょっとで11時です。あら、じゃあ夜の講演会になってるんですね、そちらは。はい、もう夜の講演会を楽しみにしてます。わーねー、嬉しい。いいね。今あと10分くらいで始まるんだね。ケーキ食って大丈夫だよね。あ、まだ時間あります。はい、みんなありがとうね。ありがとう。なんかゆりちゃんのお母さん。あ、若い。若い。若い。ご兄弟かと思います。若いね。ねえ、ゆりちゃん熊本が実家だからね。ねえ、あらまあ。ね、あ、熊本ちょっと遊んだりか。なんて素敵なこの。若い若い。ちょっと。いや、お綺麗です。やっぱりね、お綺麗だね。お母さん。あら、いいね、なんか。よかったよかった。よかったよかった。もう感謝です。いやいや、ね、よかったです。ありがとう。いいよ、達也に抱きついても。あ、いいよ。今許可がね。うん、私が許可出しとくから。いや、ありがとうございます。ちょっと待ってね。いいよ、待ってる。ちょっといいよ、なんかあれ、何時、3時からだよね。3時からだって今日。ごめんね、ゆりちゃん、なんかあれじゃない、夜中なんじゃないの、そっち。そうです、もうちょっとでね、11時です。11時か、ありがとうね、遅い時間に。ありがとうございます。いえいえ、もうこちらこそ本当ありがとうございます。ありがとう。ちょっと熊本大盛況な、ちょっと映ってるかな、これね。あ、すいません。あ、じゃあちょっとこう、もう一個入る、もう一個で。今200人くらい約。なんでも多めに言うのは大切ですね。ちょっと待ってね、こっちで撮っちゃうか。これで、これは部長だったで、部長なしで、もう一個の携帯でちょっと入ったから、ちょっと待って、これで会場のみんなが、あ、ちょ、俺になってんじゃない、あれ、はいはい、あ、マイク、はい、みんな見える、こう、ちょっと、どうだろう、こう、なんかこんな感じです。イエーイ。いいねー。密です、密です、密です、密です。イエーイイエーイ。すごいよ、ほら、すごい、すごい、ほら、大盛況。もう満席以上だよ、本当に。本当だね。すごい、おかげさまですよ、本当、皆さん。ようこちゃん、おめでとう、よかったね。ひかちゃんがおめでとうって。ヨコちゃん一番後ろにいるよ。ヨコちゃんよかったね。おめでとう。ねえ、いや、ほんと皆さんのおかげですよ、ほんと、うん、ありがとうございます。やっぱいい男はモテるね。いや、嬉しいね、ありがとうございます。なんか私の顔がアップになってるからやめて、それ。あ、喋る人になってる。ちょっと待ってね。じゃあこれで俺がスポットライトにして OK。 いや、すごいよ、でも本当になんかすごいいっぱいね、なんか後半くんのお寺貸してくれたの、こう
ねえ、ありがとう、うん、栗原由美さんよろしく。これ相棒さんごめんね、名前が相棒さんになってんだけどごめんなさい ね、よろしくお願いします。市川貴子さんね、よろしくお願いします。ゆりちゃんよろしくね、サンディエゴのよろしくお願いします。はい、横澤千佳子さんよろしくお願いします。佐藤智美ちゃんよろしくね、うね、よろしくお願いします。伊藤由美ちゃんよろしく、うん、よろしくお願いします。前田美和さんかな、美和さんでいいのかな、よろしくお願いします。みなちゃん、みなちゃんよろしくね、よろしくお願いします。で永田浅地先生よろしくお願いします。そして私ですね、ズームはね。それであと会場の皆さんです。イエーイ、あれでも切れたあ、どっか行ったなありがとうございます。うん、行ってきます。ください。あれ、どうですか、後ろ聞こえますか、うん、大丈夫はい、ありがとうございます。うん、あ、後半くんありがとうね、ありがとうございました、うん、素晴らしいね、素晴らしいね、本当に。なんか後半くんってファンクラブでいつも会ってて、この住職やってるって知ってたんだけどね、なんか改めてこうやって見ると本当に住職なんだなと思う明かりの姿、え、どっちがどっち、住職の姿が仮の姿なの。そうそう、あ、そっか新小屋が本当だ、そっか。いやいや素晴らしいです。でもね、本当ありがとうございますね。だってこういうなんかお寺でこういうことやって拍手が起こるのってここだけじゃない多分そして背中叩いてる時はちょっと憎しみがこもってた愛かそうかいやありがとうね、ありがとうございます、うん、ちょっと待ってね、ズームの皆さんもね。いやなんかさっきね、ちょっと始まる前にあの後半くんのね、ここの熊本のお寺でね、なんかね、いろいろやってくれたんだよね、後半くんがね。そうで、やってくれて、あの背中を叩くやつがあったので、みんな一人ずつ叩いてくれたんだけど、なんか俺の時はね、ものすごい叩いてくれた、バンバン愛がね、もう愛が伝わったそうね、ちょっとお待ちくださいね。一応3時、ズームの人もいるんでね、3時から始めます。で、皆さんどう、なんかね、この密集した人数でね、暑くないって聞くのもあれなんだけど、大丈夫どうなの、ほら開けちゃってもいいよ、あのもし、あ、でもエアコンが効かなくなっちゃう、そうだよね、うん、うん、あ、大きく、わかった、あの、これどこがマイク、あ、でも大丈夫、近くにいる人大丈夫かな、俺の声が相当うるさくなっちゃうと思う、あ、じゃあ後ろに持っとけばいいのか、ズームのみんな聞きづらくない、大丈夫な、そう、はい、あ、今切れてるのかあら、沖縄のミサちゃんよろしくお願いします。あ、陽子先生もいるね、陽子先生よろしくお願いします。うん、ね、よろしくお願いします。うん、あ、ミサちゃんもよろしくね、ありがとうね。あ、沖縄よろしくね、来月ね、ありがとうね、うん、はい、すいません、ね、ありがとうございます。うん、あの、ちょっと待ってね、じゃあ見てない人もいるんで、あの、こう熊本の会場です、うん、じゃあこんな感じで、あ、見える、ちょっとみんな画面移動させて、俺の画面になっちゃってるから、どっかに熊本の会場が映ってるはず、そう、イエーイ、こんな感じで、イエー、すごいよ、この端までこれいっぱいすごいねね、熊本の後半くんのお寺でねやってるんで、ぜひ熊本来たらね、遊びに来てね、ね、うん、素晴らしい。あの、後半くんせっかくだから、その衣装も映ってよ、これで。反射してます、見える、映るから、もうちょい前来て、もうちょい、あ、映った映った、こんにちは、素晴らしい、ありがとうございますありがとうねじゃあちょっと切るよ、一回こっちはね。あ、じゃあ声出してみようか。あ、あ、あ、どう、後ろ聞こえますか、大丈夫、 OK、 はーい、聞こえなかったら聞こえませんって言って、多分大丈夫だと思うんだけど、
大丈夫、俺声ちっちゃいからさ大丈夫あ、そう、なんかね、暑い人はうちわとかでね。あ、どうも、あ、すいません、ありがとう。ちょっとだね。じゃあ一応あれかな、あのズームの人たちはね、みんなが聞きやすいようにちょっと皆さんのことミュートにさせてもらうね。ごめんね、なんか途中でね、わかりませんとか聞こえませんってあったら手挙げてね。あ、なんか俺の出ちゃった。じゃあミュートね。はい。で、なんか質問があったらミュート解除して、自分でね。全然あの途中で入っちゃっていいから。よし。オッケー。うん。あと皆さん、ここにいる皆さんもあの飲み物飲んでね、水分取ってね。ね。うん、学校の校長先生みたく俺が喋って倒られたら困っちゃう。あ、じゃあ時間かな、後半くんいいのかな、なんか外にいるけど大丈夫、始めちゃって大丈夫、後半先生外行っちゃった、大丈夫、大丈夫、うん、来た、うん、はい、後半先生じゃあもう始めるよ、うん、はい、ありがとう。じゃあ皆さん大丈夫、始めますよ。よろしくお願いします。ズームの皆さんよろしくお願いします。聞こえるかな？後ろ聞こえる？うん、大丈夫？はい、OK でーす。じゃあ始めます。じゃあちょっと後ろの人もね、顔、あ、ごめんね、ちょっと俺のお腹しか映んないと思う。ズームの皆一応ね、後ろの人にも見えるように。斉藤一人特別弟子の鈴木達也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしい大盛況で、なんかもうこんなね、たくさんね、集まっていただいて、ほんとね、ズームの皆さんもありがとうございます。なんかいろんな顔見るといろんなところからね。九州とね、熊本だけじゃなくてね、もう全国からありがとうございます、ほんとね。あの、アメリカからもね、ありがとうね、ゆりちゃんもね、ほんとね。ほんともう北から南からね、ちかちゃんとかもね、みんなありがとうね、ほんとありがとうございます。じゃあね、自己紹介ね。あ、言ったっけ俺。言ったよな。なんか一応じゃもう一回。斉藤一人特別でしょ。鈴木達也です。改めてよろしくお願いします。お願いします。あのね、よく言われるんだけど、達也さんってなんでね、一人さんの特別弟子ってね、肩書きがついてるんですかってよく質問があるのよ。いろんなところに行って。でね、俺もよく知りません。っていうかね、一人さんって突然ね、説明なくね、急に話が始まるのよ。そう、車の中で。でね、達也さって、車の中でだよ。車の中で俺が運転してたら、達也ね、今度から特別弟子って名乗っていいよって言われて、で、俺もね、一人さんにそうやって言われたら別に質問もないわけ。分かったで終わり。そうでね、だから、特にね、なんで特別弟子なんですかって言われると、まあ、特にね、答えはないっていうのが答えかな。でね、ありがたいのは、なんか一人さんのね、特別弟子って肩書きがついてると、みんながね、すごい人なんだって勝手に思ってくれる。
そうでもね、前ちょっと話してくれたことがあって、あのなんかね、ひとりさんってほらみんなも知っての通り納税日本一っていうか、日本一ね、あの納税っていうか税金払ってる人なんだよね。でそれもほんとひとりさん的にはね、神様からいただいた肩書きだと思ってるんだって。そう、本当にそうでね、よく言われるのよ、いやひとりさんってね、なんか納税日本一って肩書きはついてるけど、本当にねドライブしててね、ずっとドライブしてて、でも実はね人の見えないところでね努力なさってるんですよねっていう質問があるの。あのね、してません。あのね、あの毎日我々ドライブを旅行と呼んでるのよ。あれ旅行なんですよ、毎日日帰りの旅行で、日帰りの旅行本当ひとりさんって1年365日行ってるの。本当によっぽどね、あの台風がすごいとか洪水になりそうだっていう時はあのちょっとだけ行くで回復。ちょっと行くのそれで。さあ、でこれはちょっとね、これ以上行っちゃうと水がねちょっと危ないなっていう時は帰ってくるけど、基本的にはね毎日ドライブには行ってます。そう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 、すごい楽しい。そう、それでね、すごい楽しいよ。あのね、今度おかげさまでね、今度ひとりさんと協調の本が出るの。いや、イエーイ、ありがとうございます。もう皆さんのおかげでございます、本当にね。もうまさかね2冊目の本が出るとは思わなかったんだけど、いや、ありがとうございます。いや、いいので、これね、ちょっとだけみんなにね少し裏話を教えてあげるから。裏話。いや、実はあのひとりさんがねこの本の原稿を読んでくれて、でその読んでくれた時に、これはねなんかすごいいい本だって褒めてくれたので、ね、あの本当こう自分の本だからってちょっと足し増しって言ってるって思うけど。じゃあ、あのね、ひとりさんがなんかね、今のこの時代にこんないい本が出るなんてね、神様がね応援してくれてるとしか思えないっていうぐらい褒めてくれた本なのね。そうで、俺も原稿ね、また昨日ちょっと新しく構成されたやつが戻ってきて読んだんだけど、もうめっちゃいいよ。めちゃめちゃいい本。それで、まあ簡単に言っちゃうとどういう本なんですか、その裏話なんだけど、いや実はその原稿を読んだらひとりさんがね、タイトルがちょっとね神様からひらめきみたいなのがあったの。それでいきなりねバッて出てきたタイトルが、あの常識をぶち破れってタイトル。いや、すごいの。ただね、この話には続きがあるの。あのね、出版社にそんな名前あげたの、あげたの。そしたら、いや実はこの名前にしてほしいって常識をぶち破れじゃないタイトルを言った。そうだから、だからひとりさんと言ってたんだけど、もしかするとね、まだ世間の人たちにはこのタイトルはね早いんかもしれないって。そうだから、その出版社の人たちが多分ね、普通の世間の感覚で丸カンってほら早いのよ、そのお話っていうかね、その考え方がすごい進んじゃってるから、ひとりさんのそのねすごいひらめいたタイトル、俺たちはすごい良かったね。常識をぶち破れたと、絶対なんか俺たちになんかすごい必要な感じだなって思ったんだけど、やっぱ出版社の人からするとね、今本出すって大変なんだって。そうだから、あの一応こういう名前でどうですかって言ってきたタイトルが、まあでもこれもすごくいい本だよ、なんかで、ね、竜の背に乗ってっていうタイトルで、そうそうそう、すごい。でもね、いい本、いい本です。あのね、11月の中旬ぐらいを発売をね、あのこう出版できるんじゃないのかなっていう予定で今進めてるみたいなんで、皆さんも楽しみに。あの一応ここにいる人たちは全員買っていただけるという前提で。それでね、まあ、ちょっと触りだけ言っちゃうけど、あのどういう本なんですかって、その常識をぶち破れのねタイトルがひとりさんに浮かんできたぐらいね、要は今ね生きてる人たちってみんな常識とか普通とかね、そういうのに縛られてね、ちょっと心が苦しくなったりね、ちょっとこういろいろ苦しい思いとかモヤモヤしちゃってるんじゃないのっていうところをひとりさんが言ってくれてるのね。でそういうなんか、その本は常識を、まあ、ぶち破れっていうか、常識以上の生き方の本、常識外れじゃないからね、常識常識以上に生きられるね軽い考え方の本だから、読むとね、いやもうなんか俺すごいね、なんか自分の本だからっていうのもあるけど、すごい。いやほらみんなね、ひとりさん関連の本はねどれもすごくいいし読みやすいしね、あの道枝先生の書いてくれたダイヤモンドの話もすごいね。でもなんかね、不思議なんだけど、あれってなんか例えば道枝先生とひとりさんとか、あのひとりさんと花井さんとか、あの恵美子さんとねひとり先生とかって、あのなんかね、その人なりみたいが出るよね本にね。そうなんかね、なんとなくね、なんか人となりが出てて、でまあなんか俺と一緒に話してるひとりさんはね、なんか昔のなんかひとりさん武士みたいな感じで、多分ねいい感じで俺のなんつう感じもね多分出てると思う、どれぐらい不真面目かが。いや本当に。
そうね、だから本当はあれでいいんだって思ってもらえるね、すごい軽い本だと思うよ。だから楽しみねしててね、ということでよろしくお願いします。でね、じゃあちょっとせっかくだから記念にね、その本の中で最近講演会でね、俺の話って講演会の前にね、ためにならないシリーズっていうのがあるの。いやみんなほら一人さんのね話聞きに来てんのに、最終ためにならないシリーズって何って思うかもしれないけど、意外とねこのためにならないシリーズがすごい人気なのよ。すごい人気で、そうでね、なんかリクエストが来るの、この話してくださいとか、あの話してください、で今度ためにならないシリーズでねお話全部してくださいっていう話があったんだけど、まあちょっとね、なんか何個かあるんだけど、じゃあせっかくだからちょっと一番最初に載ってるねお話を、昔話してた話なんだけど、もう一回ね読んだらこの話もやっぱりいいなと思って、その話をねするね。でこれはね全然ためにならないからね。じゃあねどういう話かっていうと、いや昔ね本当俺ってすごい元気でね、みんなも知ってる人もいると思うんだけど、ひとりさんもほら中学校しか出てないし、で俺も中学校しか出てないのよ。中学校しか出てないで、で中学校の授業もねほとんどまともに受けたことがない。そうだから中学校1年生の時は頑張って行ったの。それでも頑張って自分なりの時間割があったの。どういう時間割かっていうと、数学の時間は漫画を読む時間とか、で英語の時間は昼寝の時間とか、1年間はねなんとか頑張ってやったの。だけどねもう2年目から耐えられなくなって行かなくなる。それでねひとりさんもねよく本の中でも言ってることが多いから知ってる人もいると思うんだけど、ひとりさんで小学校の時は1回も宿題やってったことないの。1回もだよ。で中学校ももちろんほらあんま行ってないしさ、でね俺も実は小学校中学校で1回も宿題あげたことないの。そうで怒られないんですかって怒られるよ。めちゃくちゃ怒られる。けどそんなね怒られたぐらいでやらないの。言われたぐらいでやらない。でそれでね、だから今ほらコロナとかでね、なんか子供たちが学校に行けないとか、いやなんかね宿題とか学力がね落っこっちゃってどうなんでしょうかって心配してるけど、全然心配いらないよ。大丈夫だって。俺とかひとりさんなんかね、小学校と中学校合わせて多分9年間かな、9年間1回もやったことないんだよ。だコロナで別に何ヶ月かやんないなんて全然大丈夫だよ。でこれからも心配しなくて。で宿題やっちゃいけないって言ってるわけじゃないよ。やりたい子っていうか、勉強が好きな子って言わなくてもやるのよ。そうだけど本当に嫌いな子ってね、やらないというかやれないのよ。いくらうるさく言ってもやれないからね。そうだからそういうか勉強に向いてないの。だから無理にやらしちゃダメだよって。でね、ほんとひとりさんとか俺とかみたいにさ、大丈夫安心して、あの人たちもね全然やってないよ。って思えば自分たちもねそんなうるさく言わなくて済むんじゃないって話。それでね、その話は続きなんだけど、いやもう全然ねそういう感じだからね、すごい元気で体力が余っちゃってるわけで、まあ中学校卒業したぐらいの年だったと思うんだけど、夜とかほんと全然寝ないのよ。で俺7人兄弟の長男なの。俺そう長男で、でほらその下にほらみんな弟とか妹がいるんだけど、まだほらみんなちっちゃいじゃん。俺の妹とか弟だからみんな小学校とかね上がるとか上がんないとかそういう感じなんだけど、俺がずっと夜中こうなんていうかな、どんちゃん騒ぎしてると寝られないわけ、弟とか妹が。そうするとうちのなんか親父とかお袋ってね、あんまうるさいこと言わないんだけど、もうとうとういつか堪忍袋の方が切れたってか怒っちゃったのよ。いい加減にしろって毎晩ね騒ぎやがってみたいな感じですごい怒っちゃって、でほらその時にね、うちのほら親父がね、もうなんていうかな、あんまり口数が多い人じゃないんだけど、なんかもうすごくこうなんていうか、殴って分からせるじゃないけど、そういう感じでこう出てきたのよ、部屋からね。でうちのなんかお袋とか母ちゃんも一緒に出てきたんだけど、そういう時の場面ってみんななんとなくこうイメージがあると思うんだけど、なんか例えばお父さんがね子供のことを殴ろうとしたら、お母さんがかばって私の育て方が悪かったですとかね、なんかそういうイメージ多いじゃん。なんか私がよく言って聞かせますからとか、お父さんやめてくださいとかって思うじゃん。でね、俺もなんか親父とお袋が2人並んで出てきたから、なんとなくそういう場面を想像してたわけ、想像してたので。ね、まあうちのお母さんもほらお袋ね、なんか7人もね兄弟とか子供を産んで肝っ玉母さんなんだけど、なんか意外と可愛いとかあるなとかと思ってたわけ。ただ俺としてはね、ほらなんかうちの親父がすごい怒っててね、なんかこの野郎みたいな感じで怒ってて、俺も場を盛り上げなきゃいけないからさ。
素直にごめんなさいって感じではないわけで、それでね、でもとうとう親父がね、なんかこの野郎みたいな感じでね、殴りかかる直前にやっぱお袋が動いたのよ。で動いて、あ、なんか俺の前にひざまずいて、お父さんやめてみたいに言うんかなと思って、何をしたかっていうとね、あの俺のことを羽交い締めにしたの。で、ね、で俺としてはあれってなんかね、ちょっと想像と違うで、なんかね、俺のこと後ろから羽交い締めにして、もう殴りやすい感じにしちゃってるわけ。で俺としては、そうだ、親父に殴られたのが痛いとかっていうんじゃなくて、もうなんかおかしくなっちゃって、もうやめてみたいな感じ。すごいね、もうなんかね、楽しい思い出になっちゃったわけ。でね、これってあの昔ひとりさんがね、過去は変えられるよって話してくれたの覚えてる？あのね、みんな真面目な人ってね、なんかその昔親に怒られたとか、親が厳しかったって思い出をね、なんかそのまま事実として覚えてればいいって思っちゃってる人がいるのよ。でそれってあの苦しいじゃん。なんか例えばね、親にいつもね、なんかしつけと称して殴られてたみたいな話ってさ、あの事実かもしんないけど、思い出すたびに嫌な気分になるよね。でね、まあこれは俺たちのね、なんかちょっと勝手に過去を変えるね、一つの方法があるんだけど、例えばね、10回親に殴られてたと思ったら、7回は殴り返してたでいいんだよ。勝手にね、記憶をね、過去の記憶書き換えちゃっていいので、本当にね、人の記憶って当てになんないんだよ本当に。そうだから、あの昔こうだったとかってね、思い出して嫌な記憶だったら、あのどんどん過去をね、自分の都合のいいようにね、変えちゃっていいんだよ。でね、真面目な人ほどね、昔はこうでしたとか悲惨でしたとかって、それ握ったまま話さないんだよ。そうだけど、楽しい思い出に勝手に変えちゃえばいいんだよね。そうだから、みんなもね、でも昔は親がね、ひどかったとかね、昔はこういうことされたみたいな思い出持ってる人いるんだけど、それはいけないとは言わないけど、自分なりにね、こう勝手にこういい方に解釈して変えちゃいなって。そう、そうするとね、あのちょっとずつだけど、今なんで、だってみんな思い出してほしいんだけど、過去の嫌な記憶を思い出してる時っていつ？昔でしたじゃないよね、今だよね。そうだから、今嫌な気分になってるはずなんだよね。そしたら今自分がこう、なんつう、気分がいい方に変えちゃっていいじゃん。ひとりさんなんかすごいからね、あんな学校行ってないって言ってたのにね、俺生徒会長だったんだってずでね、またひとりさんも冗談のつもりで言ってたらね、ひとりさんの友達がみんな面白い人でね、斉藤もそういえば生徒会長だったよね、本気で信じるよ。要はね、人の記憶ってそれぐらいこう当てになんないんで、それをね、自分だけが真実だって握ってると苦しいままじゃん。で別にほら、なんかそのね、例えば10回殴られてね、7回は殴り倒してたって言ったってさ、別に誰にも迷惑かかんないじゃん。そうだから、過去はね、そういう風にして嫌な気分になっちゃうものはね、変えちゃいなっていうのが、まあひとりさん流の考え方だよって話だからね。あのためになんないシリーズも無理くりいい話にするとっていう話でした。この話は以上です。イエーイ。いや、ほんとね、あのこの手の話はいくらでもあるから。じゃあね、ちょっとひとりさん流にね、喋ったやつは消していかないと。じゃあね、次の話で、ね、ね、この話はいい話です、本当に。あのね、そうだな、今いろんなね、こういうコロナとかでね、なんかいろんな、まあ、疑心暗鬼っていうか、世間の人たちも心配っていうか不安になってることも多いと思うんだけど、あ、コロナじゃないや、コロナのこと今度数字で567って言うて567 一応説明ね。でね、あのね、こういうご時世だからすごく心配になったりね、不安になったりとかさ、なんか人がね、やってることすごい目についちゃったりとかすると思うのよ。ましてみんななんかもね、こういう人がいっぱいいる講演会に行きましたなんて言ったらすごい言わないでいいよ。これはね、いつかどこかの講演会で。いや、いいんだけど、いや、要はね、何が言いたいんですかっていうと、あの要はね、あの今世なんかすごくね、悪口っていうか、インターネットとかですごく人のことを攻撃する人っているじゃん。あの先日もね、ほら、総理大臣菅さんだっけが辞めるっていう話になったらさ、あのね、あの辞めてない時はね、もう無責、なんつうかな、もう全然リーダーシップがないとか散々言ってて、今度は辞めるとなったら無責任だとか、もう散々言われるわけよ。でね、
で、いやそれがいいとか悪いとか言ってるんじゃないけど、まあ、そういうこと言ってる人たちのことをみんなが見るとなんか嫌な気分になるじゃん普通は。だけどねこれひとりさん流で言うと、あのねそう今世悪口をねすごく言ったり人のことを攻撃したりする人っていうのは来世生まれ変わったら人のことを褒めまくる人になっちゃうんだって。そうそうそう、だからね本当にそう、あの本当そうなんだって。あの昔はねほらさっき後半くんがね因果って話もしてくれたけど、昔はほら因果応報であのなんかやったらね自分は来世生まれ変わったら今度やられる側になるんだよとか、あのねいつかそういうね悪いことの行いがね来世になってね自分でこう受けなきゃいけないみたいな考え方ってあったじゃん。だけど違うんだって、もう新しい神様の考えになってるんだってひとりさん曰く。そうだから普通ねほらだって悪口言ってたらねなんかあんな人を嫌な気分にさせてねいつか天罰が下るってみんな思うじゃん。そうだけど違うんだって、あの来世これもねひとりさんに急に神様からお知らせが来たんだって。なんかね来世あのこういう人たちはね生まれ変わったらすごく人のことをね褒めるっていうか褒めまくる人になっちゃうんだって。そう大丈夫なの、勝手にねあのいい人になっちゃうからまあ来世ね来世あと大切なのはあの実はねみんながほらさっきも言ったように今世ね悪口言ってる人のことを見てもさいい気分にはならないじゃんそのままだとね。だけどあ来世ねこの人たちは生まれ変わったらね人のことを褒める人になるんだっていうと自分の波動がすごいねいい状態のままでいられるのよ。そう、そうすると自分の波動が落ちなくて済むの。普通ほら人の文句とかね悪口言ってる人のこと見てやだねーとかさなんであんなねことばっかり言うんだろうとかって思うじゃん。だけどあこの人たちもね来世ね生まれ変わったらすごくね人を褒める人になるんだなと思うとすごく自分が楽なのよ。そうだからみんなもねこういう見方で見ると、で不思議なんだけど相手のことをそういう波動で見てあげると相手もね悪口がちょっとマイルドになるそう、で要は自分の波動が相手に伝わるんだよ。そうだからみんなもこれ覚えておくといいよ。相手に対していい波動でね接してると、まあ要はどっちが強いかだと思うんだよね。そうだから自分がねあこの人たちはねあの来世生まれ変わったらねすごく人を褒める人になるんだと思ったらすごく相手、まあ顔が見えないかもしんないけどすごくいい波動ってやっぱ伝わるのよ。場所とかねほらだってみんなだってねさっきのくじ切りとかさあのね推理の方とかやっててもさ場所とかほら全然関係なく届くじゃん。でそれと同じでそういう波動って届くんだよね。だからみんなもそういう風にね思ってみるといいよって。それとねもう一つちょっと応用編、これはあのね例えば街中でさ怒ってる人とかいるじゃん。でこの中でねほら車で通勤したりとか電車で通勤したりする人もいると思うんだけど、まあ会社に行くときはいいとしてもみんなほら会社帰りとかってなんか疲れた感じじゃん。なんかねあーなんかすごく疲れてんだなーとか電車の中でもなんかブズーっとしてるっていうかさもうちょっとねなんかにこやかな表情でいればいいのにとかで丸感の人たちってそういう風に思うよね。そうだけどそういう人たち見た時にねあーってこの人たちはね会社でモテすぎちゃうからこんなに不愛想だなそうだから街中ですごく怒ってる人見てもねそんなに怒るの分かりますよって、そんだけモテたら怒っちゃいますよねとかっていう風に見てあげると自分もほら波動が落ちないじゃん。波動落ちないし本当に不思議なんだけどねそういう怒ってる人のところにあなんかそんだけねモテちゃってるんじゃそれぐらいイライラするの分かりますよとかってねそういう波動でいるとなぜかね相手もちょっとマイルドになるね怒り方がちょびっとねそうだこれも相手に対してねそういう目で見てあげると自分もいい波動だし相手に対してもいい波動で送れるよって。普通怒ってる人ってあんな怒んなくてもいいのにとかさもうちょっと言い方考えてあげればいいのにねっていうのがこれって普通だよねって。そうだけどひとりさん流で言うといやそんなに怒っちゃうのはねそんなモテすぎちゃってイライラするの分かりますよとかって言うのがひとりさん流だよって話。難しいこの話どう大丈夫。そうそうね、だからその新しい神様の考え方ってねあの普通ほら天罰が下るとかね罰が当たるみたいな考え方多少あったんで、でもそれは俺たちからするとちょっと古い神様の考え方だって。なんかほらねあのなんか間違い起こしたら罰を与えるぞみたいな感じだから怖いじゃん。だけどそうじゃなくて新しい考え方だね。あの違うだって本当ね、ありがたいことにね、俺とかひとりさんにだってね、なんかそんな自由奔放に生きててね、いつか罰が当たりますよってありがたいご助言をしてくれる人。でね、じゃあ俺たち逆に聞きたいの。じゃあねって、もし神様なんだったら罰当てたいとしたらすぐ当てるよねって話なんだよね。
そうだからそんな時間差攻撃なんかするはずないんで。いつですかってそのバチって、あの俺が死ぬ前かなとか。そうだからね、いやなんかおかげさまでね、すごく人生うまくいってるし楽しくねやっててね、どこがバチが当たるかわからんのよね。そうでもあの本当にね楽しく自由でね生きててね、こんだけありがたいね生活させてもらってるんだから、あのバチなんか全然当たってないよねって話。まあありがたいご助言してくれる人はねありがとうねって話。っていう話です。そうだからね、みんなもそういう見方するとね、すごく自分の心も楽じゃないって言いたいのっていう話なんだけど、どうかな、難しい？ありがとうございます、素晴らしい。皆さんもう理解が早くていいわ。じゃあこの話、じゃあちょっと待って、ちょっと待って、よいしょ、 OK。 じゃあ次の話ね、これ寿命の話って話でね、この話何ですかって、やっぱり今も言ったようにね、世間ってさ、いろいろね、ほら例えばあのこういうことやって亡くなっちゃったとかさ、なんかいろんなそういう話も周りで聞いたりすることもあると思うのよ。だけどあのひとりさんが言うにはね、寿命ってもう決まってるっていうか、例えばほら極端な話だと自殺ねする人って、あのなんていうかな、自殺をしてもね、自殺未遂って言葉があるじゃん。で同じようにね、自分で自殺をしようとして未遂ってなっちゃうっていうのは、やっぱり寿命があるとしか思えないんだよね。そうだからあのどんな亡くなり方でもね、事故でもあのなんていうか老衰でも本当自殺でも何でもそうだよ、何でもそうなんだけど、全部寿命なの、天で決めてきたことなんだって。でね、あのただ心配しないでほしいのは、縁があるっていうかね、近くにいる人ってまたこうなんつう、人って何十回も何百回も何千回も生まれ変わるから、縁がある人ってね、またこう来世生まれ変わった時近くにいたりするんだって。まあほらみんなだとね、結婚してたりすると旦那とはもう無理とかっていう人もいると思う。この人だけとは一緒になりたくないとかいるかもしれないけど、まあそこはご愛嬌でね。そうでもあの心配しなくていいんだよって、本当にちょっとそういう何十回何百回ね、何千回のうちにあのこう自分で自殺っていうことを選んでね、お亡くなりになっちゃう人もいるんだって。でも生まれ変わるっていうかね、何回もね生まれ変わるから心配しなくていいよって。であの本当に、ね、心配しないでほしいのは、みんな例えば、まあ、もちろんショックだよ、自殺とかで亡くなったらすごいショックなんだけど、ただやっぱりね、先にこう光の国に行った人たちからすると、みんながねそのことでいつまでもくよくよしてるっていうのはすごいね辛いっていうか、自分のことでいつまでも悩んでられるとね重くなっちゃうのよ。だから逆にね、あの本当にまあ忘れるって言い方も極端かもしれないけど、すごくね楽しくやってるよって姿を見せるつもりで今世楽しくいてほしいのね。そうだからあの俺たちってね、実はあのまあ後半くんがねこうお寺のお仕事やってる、こんなこと言っちゃうと怒られるかもしれないけど、あのねお墓参り行かないの。いやごめんなさい。いやじゃあでね、それがそうそうそう、あのね、あのなんで行かないかって理由があるのよ。なんでかっていうと、あの実はひとりさんも俺もね、道合せでもあんまり行かないんだけど、あのお墓参り行っちゃうと、なんか急にそのお墓を見た時に、なんかね亡くなったって現実に戻っちゃうっていうか、だから例えば今までね俺たちと仲良かった人たちが先に亡くなったとしても、俺たちの中ではまだ生きてるの、その人たちは。なんかね元気でお散歩してるとか、なんか食べ過ぎてないかなとか、いろいろ勝手に生きてることになってそうだから、あの俺たちの中ではほら生きてるってことになってるから、急にそれがほらお墓参りとか行っちゃうと、なんか亡くなりましたとかね、去年何歳とかって書いてあるじゃん。そうそうするとさ、急に現実に戻っちゃうわけ。そうだからあのお墓参りをね、あのでもちろんほら行くのも供養だよ、行くのも供養なんだけど、行かないでね楽しくしてるのも供養だよって話があるの。そうだからみんなもそれはどっちでもいいよね、あの自分が行きたかったら行けばいいしね、あの行きたくなかったらね、あの楽しくしてるのもいいし、それは本当にね、あのどっちでもいいよって。だから俺たちはね、あのこういう考え方でいるよって感じだけど、お墓参りがねすごく大切でね、行ってちゃんとね手を合わしたいっていうんだったら、それもちゃんと供養になるから、どっちでもね自由にやってねって話。そうでもね、俺たちは本当に行かない。本当に楽しくやってる。そうでもね、ほら行かないけど、なんか例えば人にね、なんかこの香典をね渡してきてねとか、あの代わりにあげてきてっていうことはあるよ、それはあるけど、ただお墓参り自体はね俺たちは行かないで、ただなんで行かないのって言われたら、俺たちの中ではね、先亡くなった人って生きてるのよ、まだ心の中で生きてる、心の中っていうか現実でも生きてるみたいな感覚だから、だからほらやっぱり離れてて会えないって人っているじゃん、だからそれと同じよ。
そうだからね、そういうことだからさ、みんなも好きにしてねって話だからそうそう、あとこの寿命の話もね覚えておくとすごくいいよ。そうすると前ね、あのこの話ちょっとなんかどっか神奈川だったかな、どっかで話した時にちょっとね、娘さんが、まあ、このご時世だから自殺しちゃったんだって。ですごい苦しくなっちゃって自分を責めてたんだけど、なんかね、メールでね、なんか自殺しちゃったんだけどね、何かお話をしてもらったらみたいなことが書いてあったんで、じゃあ寿命の話しようって話になって寿命の話したんだけど、なんかねすごく救われたっていうか、心がちょっとだけね軽くなったんだって。今までほらなんか誰かのせいにするとかさ、やっぱ世間がとかね、なんか周りの人がとかっていうすごく責めちゃってたんだけど、でもちろん自分も含めてね、なんで気づいてあげられなかったんだろうって。だけどなんかこの寿命の話聞いたらね、ものすごくちょっとだけね軽くなったんだって。そうで、そうだからみんなもね、なんかものすごくなんていう、その自殺とかね、ほら子供さんを亡くしちゃったとかさ、自分よりね誰かが先に亡くなっちゃってっていう時にさ、自分を責めちゃう気持ちもわかるのよ。だけどこういうね寿命の話って知ってればちょっとだけ軽くなるから。でちょっとだけ軽くなるのとね、あと今ものすごく悩んじゃってる人とかっているじゃん。で実は俺たちの講演会ってひとりさんともよく言うんだけど、ねこれちょっと聞くと衝撃かもしれないけど、ね人助けしようと思ってやってないのえって思うじゃん。でいやでもね、そんなことやってて、ひとりさんのおかげでねすごく救われましたとかね、助かりましたとかね、達也さんのおかげでね助かったんですっていう人いますよねって。いやいるかもしれないよって。だけどね人って、よくひとりさんがね、お湯の温度って沸騰すると100度になるって話があるんだけど、そのね実は蒸気機関車も俺100度になっちゃうと動いちゃうのよ。わかる？だからそう、蒸気でね機関車も動いちゃうんだよね。でもそのなんつう、例えば悩んだり苦しんでるしてる人がね、その悩みがもうマックス100度になっちゃうとね動き出しちゃうの、勢いで。そうだけどちょっとだけね、要は97度ぐらいに下げてあげるだけで蒸気機関車って動かないんだよ。そうだから本当にね、ちょっとだけ軽くしてあげようって気持ちでやってんの。そうだから本当にね、俺もひとりさんも人助けをしようって思ってだそう思ってて重くなっちゃうの俺たちがそうだけどみんなもね、いきなりその100度を0度にしようとか思わなくていいんだよ。ね、ほんとちょっとだけでもいいから軽くしてあげようって。例えばすごく悩んでる人がいたらね、話だけ聞いてあげようとかさね、ちょっとまあ失礼かもしれないけど笑い飛ばしてあげようとかね、それぐらいで本当いいのよ。そんな難しいことやろうとしなくていいの。本当ちょっとだけ、その100度になんなければいいんだから、99度だって動かないんだからね。そうだからその勢いがつかなければいいの、簡単に言うとっていう話だから、まあ、そのことを覚えておいてねって。だけど寿命の人ってね、止めようが何しようがね、行っちゃってこうなくなっちゃったりするんだよね。でも止めたよねって、止めたのに行っちゃったんだから寿命だよねって話だから、そのことも覚えておいてね。だから自分のことを責めちゃダメだよ。それよりも先に光の国にもし行っちゃったんだとしたら、しばしお別れね、またすぐ会えるから。まあ会いたくない人もいるだろうけどという話です。この話は以上です。イエーイ、素晴らしい。あ、難しくない、あ大丈夫、ズームのみんなも大丈夫、わかる、オッケー、ありがとうございます。あ、後半くんごめんとかマジックついちゃった弁償です弁償怖い怖いありがとうございます。何がありがとうございます前田アリエさん高いやありがとうございますじゃあね、次の話ね、この話も最近ね、ひとりさんがしてくれた話ね、常識異常って話、さっきのね、本のタイトルもそうだけど、常識異常って言って、要はね、何が言いたいんですかっていうと、さっきも言ったけど、人って常識とか普通っていうことで悩んでるのよ。で、前もね、ちょっとひとりさんのところにこんな相談があって、いや、実はね、すごい、綺麗な女性がいるんだと。だけど、その人がすごい綺麗なんだけど、なんか子供さんかなんかいて、なんかその子供がなんか今離れて暮らしてるの、小さいらしいんだけど、でただほら自分がなんか、ね、体の具合がなんかが悪くて、なんか働けないし、なんか誰かに扶養してもらってるのかな、わかんないけど、要は自分のお金がなくて扶養してもらってて、でも外見はすごい綺麗なんだけど、でも自分はねちょっとでもいいから働いて子供を引き取りたいみたいな話があったので、別にほらそれって聞くとすごい美談だねって思うじゃん。だけどひとりさんの答えってすごいのね。そうね、働いちゃダメなんだよっていうの要は
あの例えばね、その人ってすごい綺麗なんだよねってひとりさんが。でそしたらね、綺麗な人ってね、すごくそのお化粧をバッチリして、すごく外見を綺麗にするのが、それがお仕事なの。わかる？だから女性だったらね、逆に言うとお化粧はお仕事なの。お仕事お仕事だよ。そう、主婦の人はね、何もしてないとか言っちゃダメなの。お仕事ですいや、要は自分が綺麗にするのが仕事だよってひとりさんが。そうだからね、あのみんなほら普通働きに行ってね、いくらかでもお金稼がないとダメとか、お家に入れるとかね、なんか事情があったらね、その人たちのもためにね、お金こうなんつ稼ぐみたいのが普通だって思うんだけど、ひとりさん曰くね、そうダメなんだって。そういうことしちゃで向いてない人っているのよ、仕事に向いてない人がいろいろいると大変だよ、周りもそうだからいいの。でもちゃんとね、そういう人って、綺麗な人は綺麗にした方が自分が幸せになれるね、運勢になるのよ。そうだから、それをね、普通と一緒みたいなことやっちゃうからダメなんだね。さっきの勉強の話と同じだよ。あの勉強ができる子ってね、別に好きだからやってるんだよね。だけどできない子ってできないんだよ。そうだから、あのね、女性はね、綺麗にするのがお仕事ですまあもちろん男性もそうそう、男性もね、今見栄え良くするとか、あの綺麗にするとかってね、今だんだん中性的な人も増えてるけど、やっぱりね、外見綺麗な方がさ、あのいいよ絶対。だって俺だって、こういう講演会やるときにね、俺がね、すっげーなんかいつも何日もなんつ洋服着替えてませんとかさお風呂も何日も入ってませんみたいなさ感じだったら、いくらいい話だって入んないよ多分頭にみんなもっと距離取ると思うそうだからね、本当にこう外見も大切だよって話、その一緒にね、やんないとダメだよって、外見も中身もねって話なんだけど、特にね、そのさっきの常識以上の話に戻すけど、いや例えばね、そういう綺麗な人だったら、あの普通のお仕事とかってね、もしどうしてもでも必要に迫られてね、お仕事やらなきゃいけないんだったら、あのね、例えばそうだな、あの九州だったら、そのすごく高級って呼ばれるような、こうなんていうかな、飲み屋さんっていうか、クラブっていうのかな、ああいうところで働いたりとか、まあこれはね、あのいい悪い別としてね、あの高級ソープランドで働くでソープランドが何かみんな調べてね、ググってまあ要は高級って名の付くところで働いた方がいいよって、そういう人は。そうすると人並み以上の幸せがね、あの掴めるよっていうのが、それがもう常識以上って話なんで、あのよくね、みんながね、例えば相談とかね、受けたりとかって言って、なんかね、あのいや、みんながね、ひとりさんとか達也さんみたいにね、なんかみんながこうやって相談してくるようになるにはどうしたらいいですかって質問もたまにあるのよ。でみんながね、もしかするとその返す言葉が常識なんかもしれない。そう、常識の答えで言っちゃうとね、人って苦しくなっちゃう。そんな話ね、分かってんだよって心の中で思うんだよね。一番分かりやすいのはね、浮気の話例えばね、浮気の相談とかって、誰にしたって、世間にしたら絶対返ってくる言葉ってね、あ、やめなよとかって、あんないい旦那さんいないよとかね、あのやめときなって、罰が当たるよみたいなことをね、言うのよ、ありがたいことそうだけど、あのね、俺たちの答えってね、そんな一人で悩んでんだったら二人ぐらい作んないよとかさ本当に要は常識以上の答えをしてあげればいいんだよね。いや別にほら、みんなが浮気する浮気しないとか、それは自由だよ。あのしたいんだったらすればいいし、したくなかったらしなければいいだけの話だ。それは別に全然自由なんだけど、それはどっちでもいいよって。でただね、あのひとりさんがね、なんで浮気がなくならないか知ってるかって質問してくれたの。えって何って言ったら、あのねって、浮気って、あの精神的にもすごい楽しいの。ワクワクするっていうか、ものすごく精神的だって、好きな人とさ一緒にこう時間共有できたりとかね、なんかするのってものすごくワクワクするじゃん。でね、精神的にもすごいいいので、体的にも気持ちいいじゃんだからね、ダメなとこがないでこれが常識以上の答えそうだからね、こういう答えだからね、みんなも相談って言うとね、相手の深刻な相談にね、こう深刻になって答えちゃうからダメなんだよ普通に。そうだから俺たちはね、すごい軽い感じで、いや別にそんなんいいじゃんとかって、それよりもね、彼氏がとかさ、結婚してて好きな人ができちゃったんだったら、バンバン応援してあげなよ。でマルカンの人たちはみんないい仲間なんだからさ、あのね、あの大丈夫だよって、もしお泊まり行くんだったらね、あの私がアリバイ作ってあげるよとか
なんかうるさいこと言うからね、みんな相談しに来なくなっちゃうんだよ。そうだから、まあもちろんほら、でも自分がね、そのそういうことをするしない、それは個人の判断だからね、それは別に自由でいいけど、ただね、あのそういういい大人がね、自分たちで決めたことをね、ああだこうだこう言うっていうのはね、やっぱ普通じゃん。そうだからね、みんなさ、どんどん楽しくね、せっかくなんですね、生きてるんだからさ、生きてる時にしかできないことした方がいいんじゃない？いや、これも余談なんだけど、前ね、ひとりさんのところに、あのね、あの、すごい好きな人がいた。ものすごい好きになっちゃったなって、結婚してるね、その女の人。でね、結婚してて、で、まあ、ただ、一歩寸前のところで体の関係は止まってるんだって。体の関係は止まってる。ギリ。ギリ持ってるんだって。でも何かあったらもう行っちゃうみたいな感じなんだって。でひとりさんにそういう相談があったんだって。そっかーって。でね、ひとりさんの答えがすごいの。あのねって、別にあなたがそういう関係になるならないはね、別に自由でいいよって、だけどこれだけ覚えておいてねって。あなたがね、もし将来そういうことをしたいって思ってもそういうことができない年齢になることだけど、そこをよく考えた方がいい。これ男女に言えるかもしれない。まあね、まあこういうのもね、ひとりさん流だと思ってね、軽く考えてよ。あんまりね、こう普通の考え方ってやっぱ重いよ。そう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 。だから俺たちはね、全然ね、なんかなんていうかな、もう全然なんていう、そのいろんな相談を受けたってそんなやめなとか絶対言わないよ。あのむしろ推進派、どんどん行きましょうみたいな。って言ってる俺がね、真面目になっちゃダメなんだよ。そうするとね、いや達也さんは自分で言ってて意外とね、真面目に生きてますよねって言われたらね、もうダメなの、俺のイメージが傷つく。ダメなの、俺が真面目に生きたらね、みんなに対するメッセージになっちゃう。俺と一人様だってどうする、みんな急に真面目になっちゃったら。どうしたんですかって、お体の具合が悪いってと。そうだからね、不真面目街道一直線。そうだよ。でもね、やっぱりそれだからみんなも安心するんだと思うよ。だってね、みんなやっぱ丸勘に来た人たちってね、やっぱりこれ以上真面目にとかね、これ以上普通にって言われたら、もうこれ苦しくなっちゃうというか、壊れちゃう人たち集まりだと思ってるの、丸勘の人たちは特にね。で、少しほら、少しは頑張った方がいいですよねとかっていう人もいるんだけど、丸勘の中では少しも頑張らなくていいですよ。いや、むしろ頑張んないで。で、ほら、じゃあ中にはね、世の中には頑張りましょうとか、少しは頑張った方がいいよとかね、少し気合い入れろみたいなことを教えてる人もいるよ。でもそれは、それに向いてる人たちが集まってるだけなんだよ。あのね、丸勘にこう集まって、ひとりさんが好きとかね、丸勘の教えっていうか考え方が好きっていう人たち、これ以上頑張ったりね、これ以上真面目に生きたら壊れちゃう人たちなの。だから俺たちは絶対頑張んなくていいよって。で、あのそれでね、俺たちはほら、そういうシンボルみたいな存在になってたら、俺たちが真面目に生きちゃうと、やっぱりなんだかんだ言ったってね、なんかやっぱ真面目にちゃんと生きないとダメなんだってメッセージになっちゃうわけ。じゃあそのために俺たちは頑張る。何の宣言なんだよみたいな。お待ちしてます。そうね、だから本当そうだよって話だから、みんなもね、あの楽しく生きなよ。で、丸勘は本当にね、頑張れとか、あのね、これ以上気合い入れるとかってないから、あ、気合い入れろっていうかね、ほら、みんなで王とかやるのは別にいいんだよ。あれはね、みんな好きでやってることなんだから。だけど普段のね、生活とか、あのそういうことに関してはね、頑張れとかね、あの真面目に生きようとかって一切ない、一切一切ないっていうのがね、あの丸勘流かなと思って。そうだからね、みんなもそういうこと覚えておいてね、本当にね、あのバルカンにいたらね、これ以上真面目にとかね、これ以上頑張るってしなくていいよっていう話です。この話は以上です。素晴らしい、もう皆さん理解がね、あの本当こう深くてね、素晴らしいね、ありがとう。大丈夫、後半くん難しくない？すっげー難しい。難しい。難しいの？もっと優しく、これ以上どうやってなるべく噛み砕いてね。じゃあね、この話もあのそれと似たような話かもしれないけど、あのね、自分の欠点ってあるじゃん。自分の欠点をね、愛すると、あのこうものすごく悩みってね、なくなるか小さくなるよって話があるの。だからみんなってね、例えば
自分が私のこういうとこ嫌だとかね、自分のこういうことが嫌だってちょっとあるかもしれないよねって。だけどあのそういうね欠点とか短所みたいなものもすごくね自分の中で愛してあげるっていうか許してあげると、あのね人のことを責めるって気持ちがなくなっちゃうの。そうだけど、だからみんながね、例えばなんかすごく、ね、自分以外のだよ、自分以外の人がやってることを見てものすごくなんか、ああもうなんかあれ見てるとイライラするとかね、そういう人の振る舞い見てイライラするって、もしかすると自分の中にある短所みたいのを相手にこう見てるかもしんないの。そうだからね、あのただ自分の中にそういうなんか出てるっていうか、自分の中にある短所みたいのが相手がそういうことをやってるとものすごくイラッとくることがあるんかもしれないよねって。だけど自分の欠点とかね短所を愛せるっていうかね許せるようになったりすると、もうね人が何かやっててもどうでもいいの、別にどうなんもう何とも思わないよ本当に俺とかひとりさんなんかね自分に激甘っていうかゲロ甘なの本当に激甘通り越してゲロ甘だからだからね自分にすごい甘いから、例えばね人がこうなんですああなんですって話を聞いても、え別にそんな全然いいじゃんとかで、え何がそれのダメなのって思っちゃうのね。だから俺って自分と比べるとさ、え全然マシなんだけどだみんなもね自分の欠点を愛することができると、あのね人のこうなんつう振る舞いとか人がやっててね頭にくるとかねカチンとくるようなことがものすごく減るよ、ものすごく減るっていうかほとんど感じなくなっちゃうレベルになっちゃう。だみんなももうな本当にね、まあこれ難しかったらあのね自分に激甘、あ自分の激甘じゃねえ、自分にゲロ甘ってずっと言ってれば自分にゲロ甘ですよって言ってると、本当に人がねなんかまあ自分のもちろん短所とかねあのこうなんダメだなって思ってるところも、もうなんかね自分のこと責めてるみたいな感じになっちゃったら自分にゲロ余ってこうちょっと繰り返して言ってみて、そうそうするとすごくね心がさこう軽くなるんじゃないって。ゲロ余です、もうね俺とか一人さんなんかもうゲロゲロな甘甘絶対自分のこと責めないからそうよくね質問されるの、ひとりさんとか達也さんってね、あの自分のこと責めたりなさらないんですかって、責めませんむしろね応援してよくやったぞみたいな、ね、だみんなもねあの参考にしてみて、自分の欠点をねこう愛したり許したりするとね、あの本当に悩みって小さくなるしなくなるぐらいの レベルになっちゃうよっていうお話でした。以上でーす、うん、素晴らしい、うん、じゃあねどんどん行きまーす、うん、あ大丈夫、あうんいいよいいよ、あの大丈夫、みんな熱くない、大丈夫、うん、大丈夫、はい、じゃあね多分次の話が最後になるかなと思うんでね、もうちょっとだけ我慢して熱中症で倒れちゃった倒れる前に言ってくださいね、まあ一応ねエアコンかかってるけどね、やっぱり人の熱気ってすごいよね。いや素晴らしい、こんだけね人数がいたらそうだよ。でねじゃあもう本当これは定番のお話だけど、本にもねまた載ってるし、みっちゃん先生もねあの本で書いてくれたお話で、このことがダイヤモンドに変わりますのお話をしたいと思います。いやもう本当にねこれはもうみんなすごく知ってるし、みんなのが本当詳しいと思うよ。このことがダイヤモンドに変わりますをね4回言うんだよね。でこの話終わりちゃんと話するちゃんと話するあのねあの実はこのことがダイヤモンドに変わります、まあ知ってる人は何回も聞いてね、あのね本当になんで4回なんですかっていうと、4回言うとねその自分の波動とその神様の波動のズレみたいのがあるから、それを4回言うと大体の人が修正されるのよ。でだから4回言った方がいいよって、最低でもね。ただ間違えないでほしいのは、これみんなの気持ちを軽くするためのご信号なんだよね。よくねあのふわふわ、まあふわふわの話は今日はねあれだけど、あのダイヤモンドのねご信号とふわふわって言霊ですかっていろんな質問が来るんだけど、それどっちでもいいです別にご信号だろうが言霊だろうが効果変わんない軽くていいよ。でね要はこのことがダイヤモンドに変わりますもんね、ずっとね言った方がいいでしょうかって、もうそれ重いからやめてよでね、じゃあ1日言ってても気分が晴れないって人いるのよ。それってなんでですかって、それってあのね自分も疑ってるし神様も信じてないよねって話なんだよね。これって簡単に言っちゃうと、このことがダイヤモンドに変わりますっていうのは、これってこうなんて龍神様を呼び出す鍵なの。だからみんなの近く龍神様がもう来てるのよ。
このことがダイヤモンドに変わりますよ、4回言うと。そうするとみんな自分でこうなんつどうにもなんないような悩みとか苦しみみたいなものって全部信じて龍神様にお任せして持ってってもらっちゃえばいいの、あげちゃうの全部。そうするとそう自分ではどうにもなんなかったことがね、龍神様がダイヤモンドにして返してくれるんだよ。それをみんなはね、一日言ってても気分が晴れないっていうのは自分で何とかしようとするわけ。このことがダイヤモンドに変わります、このことが朝からずっと言ってるんですけど全然ね良くなんないんですが、そりゃ良くなんねえよもっとね龍神様って神様なんだからもっと信じてね軽く預けちゃいなって。それとあの今日はね言うの忘れちゃったんだけど大丈夫ですか、それも重いよって俺なんかねあのその新しい本にも書いてあるんだけど、朝起きたらねこのことがダイヤモンドに変わります、朝本当に目覚めたばっかりの時にすぐ言うみたいなことをね人に教えてるの、人に教えてるのに自分じゃねすぐ忘れるのでもそれぐらい緩くていいんだよ。そうだから必ずねこの日にこうこの時間にやらなきゃいけないっていうのもなんか重いじゃん。いやほらみんなはね自分でこの時間にちゃんと朝起きたらこういうことやってるんですって人は別にそれが習慣になってる人はいいんだよ。だけどなんかもう人ってそれぞれだからさ、俺みたいにねなんか自分で人に教えてんのに自分で忘れるぐらい緩いから、だからそんなにねこうなんか切羽詰まった感じでやらなくていいんだよ。なんか思い出した時あ忘れちゃったと思ったらね頭の中で4回唱えるとかでもいいし、で龍神様がねあの本当にいい波動にしてくれるっていうか、あモヤモヤってした時はこのことがダイヤモンドに変わりますって言ったら、このモヤモヤと罪悪感とか全部だよ、全部ね龍神様が持ってってくれてね軽くしてくれてダイヤモンドにしてくれるんだって思うだけでいいよって話。もう本当にみんなもなんか神様を信じて預けちゃいなよ。そう、それをね、なんか全然軽くならないんですけど、それそらならねえよなそうだからもっと軽く考えてねって、ほんとね、軽くていいのよ。ほんとやっぱ神様だってほんと軽いしさ。あの、これね、あのひとりさんってね、普段ほらああいう YouTube とかね、本とかいっぱい書いてると、実はひとりさんがね、ものすごくああいう精神論ばっかり話してる人だって思ってる人が多いのよ。あのね、99% ジョークしか言ってないからね本当にって、中に 1% ぐらいこういうなんかいい話してくれるのよ。そうだから普段のひとりさんってね、いつもジョークしか言ってないよ。いや本当にまあ例えって言うとね、まあジョークだか覚えてない本当にね普段のだってみんなだってジョークとか覚えてないじゃんそうだけど本当にね、普段からねもう冗談みたいなことしか言ってない。ずーっとなんかね人を笑わせるっていうか、大体ひとりさんね車の中で笑わせるって思ってるんだけど、ひとりさんって自分の頭の中で考えてね、一番自分が最初に笑ってるか俺たちは分からないってことがでひとりさん教えてとかって言ってるのに、もうひとりさんの中でツボに入っちゃってるから、もう笑ってて話になんないだからね、あのそうやってすごく普段からものすごく楽しく軽く生きてるよって話でね。ほらあの俺もそうなんだけどね、あの別にほらもう俺はほらちょっと重々しい感じがするじゃん、ちょっとあんましないあんましないほらなんかちゃんと生きてますよみたいな、なんかそういう感じじゃないそういう感じじゃないあのね、本当でもひとりさんもねすごい軽い、まあもちろんみちゃ先生もね、花江さんも軽いし、恵美子さんとかもみんなすごい軽いけど、なんかそんなね仰々しい感じで普段いないよ。すごくねなんか気さくな感じっていうか、すごくねなんか簡単に言うとほらみんなね、お弟子さんとか師匠っていうね、こういう肩書きがついてると、なんかね例えばお師匠さんを立ててね、弟子は一歩下がってみたいなイメージってどっかにあるじゃん。あのね、我々そういうないひとりさんそういう人じゃないから、あの例えばね、まあ、ちょっと一つのエピソードなんだけど、普通さなんていうかな、あのお師匠さんがねご飯とか頼んだらさ、それ以上にいいの頼んじゃいけないみたいな感覚みたいな日本人ってあるじゃん。あのね、俺たちはね、ひとりさんたぬきそばがすごい大好きなの、たぬきうどんとかたぬきそばが。でそうすると、じゃあ例えばお弟子さんの人はかけそばとかかけうどん頼むかいやなんか感覚的にそういうのあるじゃん、師匠と弟子みたいな感じは。だけどね、ひとりさんがたぬきそばだけど、俺たち全然天ぷらそばだろあとほら、あの目上の人がね先にご飯が来たら自分は箸つけないで待ってるとかってあるじゃん。ないから俺たちひとりさんのがもしね一番最後に来たとしても、もうねどんどん食っちゃう、どんどん食っちゃいますよ
で、ひとりさんとか来るくらいごちそうさまみたいでもだからってそういうのね、とがめるとかって全然ない。どんどんひとりさんも食いなみたいな感じだし、そういうのをね、お互いにいいとか悪いとか全然思ってないのよ。だから簡単に言うと、そのお師匠さんと弟子っていうのはね、まあ一番この言葉が近いかもしれないけど、仲良しなのよ、簡単に言えば。そう、仲良しグループだから、じゃ普段ほら変に気使うこともないし、なんかものすごく一歩下がってみたいなこともないのね。だってみんななんか普段のなんかひとりさんとの様子聞きたがるんだけどね、朝はあれでしょうかってひとりさんが来るときにね、あの車の外に立ってね、ひとりさんおはようございますとかね、感謝してますとかって言ってるんですけど、言わないからだってみんな仲良しの人にね、直立不動になって車の外で待ってて感謝しますとかって言ういやほら電話とかで感謝しますがそれはね、あの言うけど、別に普段仲良しの人と会う感覚と全く同じだよ。だってね、ひとりさんもいつも講演会来る前って必ず言ってくれる言葉があるの。それは必ず一言だけなの。あのね、ちゃんとやってこいよとかじゃないの。楽しんでこいよで終わり。そう、立ってやって楽しんでこいよって。で俺もイエーイってで最近ちょっと流行ってるのが、あのなんとひとりさんとね、まあちょっと失礼に聞こえる人もいるかもしれないけど、あのなんかひとりさんじゃ行ってくるねって言うとね、お互い V サインをやるわけピースみたいな感じでやってくる。そうだから、あのね、なんか変な失礼しますとかね、あの行ってきますみたいな感じのことはない、ないです。本当に仲良しの人と行ってね、本当にこうひとりさんってね、すごく優しくて、いつもね講演会って、例えば熊本どうだったとか、あの佐賀どうだったとかって必ず聞いてくれるの、場所で。それで、あの行く前もね、今週どこ行くのとかって必ず聞いてくれて、でみんな喜んでたっていう感じでね、聞いてくれるからね。そうだからすごく優しいよってね、ありがたい話です。本当皆さんのおかげです本当に、うん、そう、あとね、あの本当にあのほらひとりさんもね、一人の人間としてね考えれば、やっぱりまあもちろんね、さっきも言ったけど、北ね、北海道とか沖縄ぐらい、まあもちろんね、アメリカとかそういう人たちもいるけど、なんかいろんな人と一人ずつこう会うっていうのはさ、まあなんつう、一人のこう一生として考えたらちょっとね、会えないっていう人もいるかもしれないじゃん。だけどひとりさん的にはね、なんかすごく面白い考え方だなと思ったのは、例えば普段ね、みっちゃん先生とか花江ちゃんとかね、俺とかもそうなんだけど、なんか普段一緒にいる人が、あのすごいやっぱひとりさんといつも一緒にいる人って、ひとりさんと仲良しじゃん。で自分と、例えばね、ひとりさんと仲良しの人が、例えばね、あの熊本のね、こういう人たちみんなすごいいい人だったよとかね、あのファンクラブのみんなってすごいいい人だよとか、みっちゃん隊の人ってみんなすごくいい人だよってひとりさんに言うと、もうひとりさん的には自分とすごく仲いい人がね、あのなんつうか、すごく仲良くていい人だって話聞いた途端に、もうね、ひとりさん的にはこう、その人を通して仲良しになっちゃった気分になるんだって。そうだからね、もう皆さんもね、ひとりさんと仲良しね、ズームのみんなもそうだよ。距離とか関係ないよ。もうね、本当に、あの、すごくひとりさんがね、もう本当に、この人いい、あ、この人たちいい人だよ、みたいな話を聞くとね、ひとりさん的にはね、もうすごく自分と仲良しになった気分になっちゃうんだって。すごい近い関係になった気分になっちゃうんだって。そう、だからね、あの、そう、みんなね、だからすごくね、いや、ひとりさんにね、すごいいい風に伝えてくださいとかって言う人いる。大丈夫だよ。そこまでね。割り増しって伝えなくても大丈夫だっていう話だよって話だから、みんなもね、ね、勝手にほら、勝手にって言い方もおかしいけど、ひとりさんとね、すごく距離が縮まったって思ってればいいじゃんね。そういう感覚でいていいんじゃない。そうすればさっきのひとりさんのね、その寿命の話の中でも出てきたかもしんないけど、近くにね、いなくてもさ、元気でやってるなって思いがあったら、なんとなくお互い伝わるようなもんなのよ。でね、よく言われるんだけど、ひとりさんって生きてるんですかって言われる。あ、生きてますからね。いや、会えないからね、生きてるんでしょうかって言われるんだけど、いや、生きてるよって。いや、怖いこと言うのやめてとか。いや、なんか俺が舞ちゃんってんの亡霊かな。生きてます。毎日ね、ドライブ行ってますから大丈夫だよって。そう、でもね、みんなもでも楽しくやってよ。でね、それぞれがさ、なんかこう、なんつう、自分たちもね、それぞれのね、場所っていうかさ、環境の中でね、すごく楽しくやっててね、お互いがこう元気なんだなって思ってるだけでいいじゃん。もうそれだけで十分だよ。でみんなも勝手にひとりさんと仲良しになったって気分でいいじゃんね。俺は本当にさ、多分特別弟子って肩書きいただいたっていうかね、あのなんかこういうお役目なんだと思うんだけど、でみんなとね、この距離を縮めるっていうかさ、
ね、なんかなんとなくさ、俺たちがすごく遠い存在で手が届かないとかそういう感じじゃないじゃん俺たちって。なんかすごい親近感がありますねみたいなこと言われた方が俺たちってすごく褒め言葉だと思ってるのね。なんかもう恐れ多くて近づけないとか言われたらちょっとダメだなと思ってで親近感の塊みたいな方がね、みんなもなんかそういう人の方が会いたいって思うんじゃない、わかんないけどね。まあ俺はそう思うよって、ひとりさんもそういう人だからねっていう話です、という話でした。今日の話は以上です。でありがとうございます。 Zoom の皆さんもありがとう、ほんとね、ありがとうね、うん、あ、なんかね、いろいろこうありがとうね、なんか追加で入ってくれた人もいるみたいでね。じゃあ皆さんありがとうございます。じゃあ先に Zoom のみんなとバイバイしようかね。あの先にちょっとね、あのどうする、じゃあ画面の方映る、タツヤ写真撮っていいの？じゃあパソコンをね、ちょっと聞こえてねえよな、聞こえる？あ、写真撮っていいの？いや、撮って撮って。俺やり方わかんないの。じゃあね、皆さん可愛い顔して、ズームのみんな。写真いくよ。はい、チーズ。オッケー。あ、俺映ってたかな。いいよ。達也はどっちでもいいんだ。あ、わかった。じゃあ、みんなの方映すからね。ちょっと待ってね。はい、皆さん、ちょっとごめんね。パソコンでこういう感じで。イェーイ。ねえ。うんね、ありがとうございます。じゃあ、そしたらさ、ちょっとこっちに置いてね。先にもうバイバイするからね。じゃあ。じゃあ皆さん5秒前の掛け声でお願いしまーす。バイバーイ。せーの。5、4、3、2、1、カチャ、バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。